普段なら玄関で出迎えてくれるんだが、誰もいませんね。ああ、それになんだか嫌な気配がする。少し調べてみようか。マジか。じゃあ調べてみましょうか。え、食べかけの食事ってことは、ちょっと前までは、人とかも、人っていうか妖怪とかもいたのかな？誰かの日記。もう一人の主人であるほおずきちゃんにも会おうと思ったけど、見知った仲じゃないと会わせてもらえないらしい。で、会うには花名刺をもらわないといけない。なるほどなるほど。何ですかね、この後のヒント的なやつですかね。走り書き。で、こっちは？こっちは行けない。で、走り書き。好きな季語。で、こっちも行ってみようか。これどうなんだろうね。ホタルちゃん操作だから、こっちですかね。あ、そっか。ついてきてるんですね。最低ですね、口田さん。俺まだ何も言ってないんだけど。ほんとなぁ。口田さん。体重計か。え、ちょっと君、軽すぎないか？心配しておる。誰かの忘れ物のようだ。で、こっちは入れないか。よし。で、とりあえず一周ですかね、これで。じゃあ上行きましょうか。急に雰囲気変わりましたよ。やばくないっすか？やばくないっすか？これ。この匂い間違いなく血だ。しかもまだ新しい。ここで一体何が？今のは？危ない。わあ。それより今あれから逃げることだけを考えろ。来るぞ。わ、マジか。そうかん、そういう感じで来るとね。あ、え、あっちは違うのか。開かない、マジか。あ、待って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 。これやったか、これやったか、やったな。え、それなら、もうぐるって回って、こっちか。オッケーオッケー。まだ追ってくるのか。どうしたら。あ、口なはん。ザクロさんっすかね。てか改めて見るとさ、結構シルエットでかくてびっくりしてるんだけど。お犬様の？口田さん、左腕は？
心配ない。少しかすっただけだ。大したことないよ。でもさっき違う。ほら、血だってもう止まってる。大丈夫だ。本当だ。よかった。助かったよ、ザクロちゃん。お客さん守るのは当ての仕事ですから。急に焦るな。彼女は訳あって一緒にいるだけで、そういうのとは全然違って。ほんまですか？本当だよ。それよりさっきのは？あの獣のことをすね。あれは元お客様とでも言えばええのでしょうか？元お客様？ええ。他のお客さんと一緒にフラッといらっしゃってな。はじめは料理を食い散らかしたり、宿の中を走り回ったり。酔いどれさんも似たようなもんさかい、放っておいたんやけど。あれを手に入れてからは、もう手がつけられんようになって。あれっていうのが、ホタルビの贈り物かな。あれ？琥珀色のキセル。ところが目を離した隙に、あの獣に取られてもうて。あれにどれだけの力が秘められとったか、当てにはわかりませんが。あれのせいで、あの獣が普通の妖怪じゃ、のうなったのは間違いないどす。まるで妖怪というより神様のような。そうだろうな。力の強いものが持っていた品だ、当然のことだろう。しかし、まさかあれもこちらに持ち込まれていたとは。キセルに関しては、クシナさん知ってそうな雰囲気もあるね。ね。君のおじい様より前に持っていたやつを俺は知ってる。でもそれは今話すことじゃない。神がかった妖怪は早く止めないと大変なことになる。琥珀色のキセルが原因なら取り上げてしまえばどうにかなるだろうが。ザクロちゃん、あの獣は何に食ったんだ？え？ああいうものは血をすればするだけ凶暴になる。いえ、食われた者は誰もおりません。マジか。あの獣が暴れ出してからお客さん全員当てがここに避難してましたし。じゃあ、あの血は？ああ、あれは全部あの獣の血どす。マジか。姉様が珍しくやる気出しあってね。ついさっきまであの獣を一人でどつきましてたんやけど。でも姉様もなかなかやべえやつなんじゃないのかなっていう。やってもやってもキリない言うて、飽きて奥に戻ってしまわれたんです。マジかい。たった一人で。姉様、気分やさかい？そろそろ本気であれをどうにかせんといけんな。どうしようかな、と思っていたところに、口田藩たちが来たというわけをす。なるほどね。大月さん、神がかりの妖怪相手にさすがな。そういえば、口田藩、こういう妖怪の相手はお得意だと前に言うてましたな。え？ああ、あれは酔った勢いというやつで。だって往生際の悪いお人はあんまり好きじゃあらへんな。もちろんただでとは言いません。あの獣をどうにかしてくださったら、お礼に臨むものは当てが何でもあげましょう。何でも？琥珀色のキセルでもですか？そやね、うん。いいでしょう、差し上げます。マジですか？さあ、どないします？クシナハン、かえらしいお連れさんはやる気満々みたいやけど。そう望むなら俺は従うさ。ホタルビの贈り物集めて帰るまで守る約束だからな。クシナさん、あの獣を何とかするか。まずはこの宿の中を少し調べてみよう。了解です。じゃあ外出たらまた逃げたりもするんですかね。ね、それはね、言えてると思うんだよね。
外に行くのかい？まあ、新聞取ってきてくれないか？あ、そういえば、開かなかったお部屋ありましたね。多分そっかな。じゃあ行ってみようか。あ、なんかこっちはこっちで神殿がある。あ、聞けますね。姉について。気が強くて美人で、その上力持ちでとても頼りになるんやけど、気分屋さんで生粋の人嫌いやからほとんど部屋から来ひんよ。上の階。神がかりについて。そういえば口の葉、前に不死身のように見える強い妖怪であっても弱点さえ分かれば怖いことはないっておっしゃってましたな。で、2階の部屋について。空き部屋。なるほどね。まあ、どちらにしても、ほおずきさんに会いに行く必要があるって感じかな。俺、あの人苦手なんだ。マジか。ありがとうございます。よし、行きますか。待って、出てくんのかな。こっちはいけないね。でね、多分ね、ここだと思うんだよね。よし、行きましょう。お、確かこれが必要なんだっけ。花名刺取っちゃったけど、新聞よりも先に取っちゃったけど。偽り、ごまかし、半信半疑。なんですかね。とりあえず見てみよっか。新聞持っていく。よし、行きましょう。じゃあ持っていこう。まさかとは思うけど、私の部屋から何か盗んだりしてないだろうね。いえいえ、大丈夫だと思います。で、こっち行けるな。あ、なってるなってる。こっちかな。開かない。一元さんはお断りだよ。あー、で、花名刺か。 OK です。行きましょう。これは夏の季語。訓風88夜万寿下げ。まあ、夏は訓風だったよね、確か。そういえばさ、あのお客さんの各部屋になんか若干ヒントみたいなのがあったから、それかな。これは虎だよね。花の名。え？とりあえずね、あの、右のやつがね、ヒアシンスなのはわかるんだけどね。まあでも、でも、大丈夫だよね。こっちだよね。合言葉。これはどうなんだろう。ここに書いてあったよね。これね。これ順番に行けばいいってことかな。で、こっちで、で、まっすぐかな。よし、着いた着いた。そのダッサいお面は口なか？それと小さいの見ない顔だな。お前のようなガキをここに呼んだ覚えはないんだが。やあ、大月さん。大丈夫かな。心配でしかないんだけど、口なさ。この子は俺の知り合いなんだ。勘弁してやってくれないか。知り合い、知り合いね。まあそういうことにしておいてやろう。で、要はなんだ。つまらないことだったらひねりつぶす。怖っ。恐ろしい。2階の部屋の鍵を開けてほしいんだ。あの獣をどうにかするために。ああ、あの獣か。私がいくらすりつぶしてもあれは死ななかったか。何か策はあるのか。
あの獣から力の源となってる琥珀色のキセルを取り上げさえすれば、おとなしくできるんだろうけど。そのためには弱点をついて動きを止める必要がある。なるほど。二階の物置には色々なものが置いてあるからな。弱点のヒントもあるかもしれないと。なあ。いいだろう。先に行って鍵を開けておく。あとはお前たちの好きにするがいい。ありがとうございます。行っちゃいましたね。気分屋だからな。よし、行きますか。よし、入れましたね。誰かの日記の一部。まあ、分からなくもないかな。なるほどね。そっかそっか。これ、クチナさんが書いたやつか？効能について。清めの効能もある。これじゃないですかね。は。出口ってあの場所しかないですよね。どう行く？どう行く？そもそもどこにいるか分かんないんだけど。あ、いた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 。結構ワープするから怖いですよね。どこいるか分かんない、怖い。あ、いた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 。こっちじゃなかった、こっちだ。その場所出てこられると困るんだけど。おお、なんとか通り抜けられた。やった。どうしたら。一か八かだ。このまま浴場まで吸い込むぞ。OK です。おお、走れー。これ大丈夫？ワープしてこない？大丈夫だよね。こっちだよね。よいしょどうやら効果あったようだな。犬？これが本来の姿だろう。だが気をつけろ。曲がりなりにもこれは妖怪だ。下手に手を出すと怪我を。ビビリとチビにしてはやるじゃないか。仕上げは私がやってるよ。こいつには散々好き勝手されたからね。怖っ。なんかでも、ほすぎさん、ホタルちゃんのことを気づいてそうな感じあったよね。よし、大丈夫か。大丈夫そう。取っちゃえ。これは琥珀色のキセルだな。そういえば、クチナさん、琥珀色のキセルの前の持ち主って誰なんですか？え？俺、そんな話したっけ？しました、しました。
あれそうだっけ、覚えてないな。しらじらしい。でも琥珀色のキセルの記憶を見れば何かわかるのかな。見ますか。ここは移動できる。誰かいる。さてどうしたもんかね。これからどこに行きましょうか。すまない、少し尋ねたいんだが、あのエリマキ、まさか。マジか。あの夜手を引いてくれたあの人、見ない顔だな。あんた旅人か。これ完全に渚さんやりましたね。やったやつですね。尋ねたいこととは何でしょう、旅人さん。なあ、蛍火流しの噂を聞いてここへ来たんだが、神倉はこの先だろうか。あら、あなた知らないの？今年は蛍火流しはやらないのよ。彼岸の神倉町も死岸の神倉村もそれどころじゃないのさ。なんて言ったって、この土地を治める土地神様がいなくなったからね。土地神がいなくなったか。そういえば昔一度だけ蛍火流しができなかった年があったっておじい様が話してくれたことが、多分その時のものなのかな。行ってみよう。少し様子が違うけれど、ここは日向家のお屋敷。お庭に誰かいる？少年、君はこの辺りに住んでるものか？そうだけどあなたは、通りすがりの旅人だ。この辺りで行われる蛍火流しというのがとても綺麗だと聞いて立ち寄った。旅人さんか。残念だけど今年はやらないよ。そうらしいな。去年から凶作が続いて、今年は水不足に流行り病。みんなでお金を出し合って村を支えてきたけど、もうこれ以上はどうにもならない。大人たちはみんな村を捨てるしかないって言ってる。君は村を捨てたくないようだな。当たり前だ。ご先祖様が代々大切にしてきた村だ。そう簡単に捨ててたまるか。それに、この村は昔から土地神様がいるって父さんが言ってた。今まで土地を持ってきてくれた土地神様を残して、自分たちだけこっから逃げるなんて絶対嫌だ。そうか。君はとても優しい子供だな。これはキセル。多分自分が土地神様になろうみたいな、そういう考えですかね。そうだ少年、君の名前は多分さ
おじい様じゃない？ハロウミさん。だよね、やっぱり。ヒューがハロウミだ。ホタルちゃん、気がつきはった？どこか痛いところは？いえ、大丈夫です。ねえ、なんか安心しますよね、この BGM。よかった。あれ、私、浴場にいたはず。少し前に、クチナハンが私のところへ来なはってね。呼ばれて浴場に行ったら、獣もホタルちゃんも倒れてるしで、肝が冷えました。まさか本当にどうにかしてくれるとは、正直思ってませんでした。ありがとうね、ホタルちゃん。まあ、クチナさん、ホオズキさん、頑張ってくれましたもんね。そういえば、クチナさんは、少し用事を済ませてくる言うて、出て行かれ、はりましたよ。すぐに戻られると思いますけど。そうですか？あら、移動できる。え、なんかやんのかな？